果物籠を持つ少年は1593年頃の作品でイタリアのバロック期の巨匠ミケランジェロ・メィージダ・カラバジョに一般的に帰属されている絵画である。現在ローマのボルゲーゼ美術館に所蔵されている。この絵画は生まれ故郷のミラノからローマに新たに到着したカラバジョが競争の激しいローマの芸術界に進出していた時期に遡る。モデルは 彼の友人かつ仲間であった、シチリアの画家、マリオ・ミンニーティで、およそ16歳であった。この絵画は、シピオーネ・ボルゲーゼ・スー・キ教に押収されたジュゼッペ、チェーザリー、別名家バリエール・ダルピーノのコレクションに含まれていた、ため、カラバチジョがダルピーノの工房で、花と果物を描くために働いていた時期にまで、遡るものなのかもしれない。しかし、もう少し後の時期のものである可能性もある。 カラバジョとミニーティがダルピーノの工房を離れ、歌唱のコスタンティーノを通じて、絵画を販売する独自の方法を形成した時期である。確実なこととして、ミニーティがローマに到着した1593年より、以前のことではありえないが、女占い師やイカサマ氏など、同じ時期の一層複雑な作品よりも以前のもので、あると考えられている。イカサマ氏によって、カラバジョは、 最初の重要な講演者となったフランチェスコ・マリア・デル、モンテ・スー・キ教の注目を集めた。ビットリオ・スガルビは、果物かごを持つ少年の画面に、ダルピーノの工房にいた、他の画家をたやすくしさしうる、ある種の無理リ,リョ風肖像画的特質に注目している。ある意味、この絵画は、少年の肌から、桃の皮まで、服の火だから、かごの網目まで、 すべてを描く画家の能力を誇示するように制作されたジャンルの作品である。果物は特に絶妙に描かれ、インディアナ州パーデュー大学の園芸、造園学部のジュール・ジャニック教授は園芸学者の観点からそれらを分析した。カゴにはすべてほぼ完璧な状態の非常に多くの果物が入っており、明るい赤みのある2色の桃が含まれている。ブドウの4つの房は 二つは黒、一つは赤、一つは白である。熟したザクロが裂けて開き、赤い種をあらわにしている。四つの一軸があり、そのうちの二つは熟していない黒いもので、両方とも割れており、残りの二つは明るい色である。二つの西洋花林がある。三つのリンゴがあり、二つは赤い。そのうちの一つは赤みが差し、もう一つは縞模様である。 もう一つのリンゴは黄色で、あずき色の地に、傷がある。小さな梨のある二つの枝があり、一つは、真っ赤な部分のある五つの黄色の梨の枝であり、もう一つは、半分隠れている、黄色いが赤みのある、小さな梨の枝である。様々な病気を示している葉もある。心筋の反転のある顕著なガラス質のブドウの葉と、斜めの縞模様の葉巻きがに似た白い昆虫の乱開を、 持つ葉、及び様々な反転のある桃の葉である。分析すると、カラバジョがリアルであることが示される。果物カゴに入っているものだけを捉えることで、それらの熟度も配置も理想化していない。それでも、ほとんど奇跡的に鑑賞者は果物カゴを見ることに、引き込まれていく。鑑賞者にとって、非常に美しく絶妙な主題である。ビットリオ・セガービー・キャラバジオ。 in FMRQ, 1985ハットヤニックキャラバジオ S フルーツ。2003年8月22日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年3月27日閲覧。ありがとうございます。